門帝門とは、敷地と外部を区切る平や柿に、通行のために開けられた出入口のこと。外交の一種。正面口のことは、特に正門と呼ばれる。門の脇の柱を、門中、門の番人を、門番、門の扉を門扉と、それぞれ呼ぶ。門は、冒頭文にあるように平や柿に開けられるものであり、一般的には兵などを構える家屋や敷地に設けられる。 兵などがない場合でも、心理的な内外の通用口にも設けられる。鳥居は神を祀る空間と人間の空間をつなぐ一種の門である。また、鬼門は、俗界と明界の境に存在する門と考えられた。門は門扉を持ち勘抜きや南京城などで施錠したり、入り退場の制限をする機能を持っていることが多いが、これらの機能を持たずに単に門中が、 通路の両脇に設置されているだけのものや、古来の中国などに見られる屋根と門中のみの配慮、トンネル状のアーチ構造を持つだけのものであっても、門と呼ばれることがある。門という漢字は、本来、門中と両開きの門扉を描いた、象形文字であるが、次第に門扉を持たないものであっても、境界の境に建てられた出入り口であれば、門というようになったと考えられる。 門という言葉は家の入り口であり象徴とも言えるものであるためしばしば家そのものを指すことがある。アジアでは門に外から入ってくる災いから守るため門心を置く風習も見られ日本ではこれが門松に変化した。門は柱の数その間にできる開口の数によって分類することがある。柱間が一つのものから大規模なものでは五つのものまである。 この柱間のことを間という。その間の間にできた開口のことをとという。この呼び方は重層、衣装に関係なく用いられる。一軒であれば一個が必ずできる。例えば、四足門は一軒に構成された門中に二つずつ控え柱が立てられる構造ということであるので一軒一個の門ということになる。 地音院の3門は5軒のうち中3個が開口されているので5軒3個の20門である。柱を支える、控え柱の数によって4脚門と8脚門という分類をすることがある。重層に関わらず分類して言う。特徴による、種類用途による種類。ありがとうございます。